皆さんこんにちは。明るく楽しくマニアック、指揮作曲の徳岡直樹です。さて今日はフルトヴェングラーの大ネタというと大げさですけれども、定番レパートリーであるベートーベンの第5交響曲、フルトヴェングラーが残した12種類の演奏を個別に聞いていきたいと思います。これはもうちょっと大げさに言いますと、この曲そしていくつかのレコードはフルトヴェングラーの代名詞と言えるほどの大定番レパートリーです。それだけにフルトヴェングラーの同曲異演版の中でも残っている演奏のおそらく一番多いものではないでしょうか。実際この交響曲、フルトヴェングラーがその生涯に最も多くの回数指揮した交響曲だと思います。先週はフルトヴェングラーが最も少ない回数しか演奏しなかった第二交響曲についてお話ししましたが、今回は最も多い回数演奏した破断長第五交響曲です。そんな第5番、フルトヴェングラーはその生涯に3回の正式なレコードのための録音を残している。そしてライブ音源も1939年から1954年、フルトヴェングラーが亡くなる半年前の最後の演奏までいろいろなものが残っています。指揮しているオーケストラも結構多彩です。そしてこの中には1926年のフルトヴェングラーの初録音や大戦中のマグネトフォン録音、1947年のベルリン復帰の演奏や1週間違いの北欧でのウィーンフィルの2つのライブ演奏などもある。なんせ12種類の録音が残っていますので、それぞれの演奏の特徴をお話しして、中でもお気に入りを特にご紹介するとなると結構なボリュームになる。すみません、私今から動画のための素材としてこのビデオカメラに向かっておしゃべりを始めるんですけれども、今回1時間半をかけて全部の演奏を紹介するのか、それとも今週来週の2回に分けてお話しするのかを決めかねています。はい、早速フルトヴェングラー大定番のベートーベンの第5の全録音一つ一つ見ていきましょう。さてこのベートーベンの第5番という音楽ですけれども、フルトヴェングラーと関係なしにこれ世界で最も有名なもの、世界で最もインパクトを持つ交響曲の一つですよね。薄木先生もおっしゃいましたけれども、ダダダダーンと聞けば田舎のおばちゃんだって知ってる、ベートーベンの運命だという知識がある、これは非常なインパクトのある、しかも単純で誰にも覚えられるモチーフによっている。そしてその単純なダダダダーンというだけのモチーフで第一楽章が緊密に構成されている、すごくスリリングな音楽ですよね。ベートーベンの作曲の能力、書式の能力、音楽の構成力が際立っていたという、ある意味当たり前のことが見えてくる。ただ運命という表題にとらわれすぎない方が良いという点についてはこれから順次お話ししていきます。あまり知られていないかもしれませんけれども、ベートーベンがこの破断長交響曲を作曲するにあたって残した数々のスケッチ、本決まりのテーマや展開になるまでにメモが残されているんですけれども、それらを見ていくと、これもまあ当たり前なんですけれども、もう想像を絶するベートーベンの推古の過程をたどることができるんです。例えばこの第二楽章、この変奏曲のテーマなんか、当初のベートーベンのアイディアと現在曲として完成したものでは全く違うメロディーになっている。タンタタンタタンというリズムと音の上行、下行が似通っているくらいで、全く別のメロディーなんです。ベートーベンが当初思いついたテーマを書き直し書き直し、推古を繰り返して、この素晴らしい形に結実したんですね。そして現在我々が聞くことのできるこのベートーベンの第5交響曲。やはりこれ当たり前ですけれども、非常によくできた曲なんです。各楽章の構成、その巧みさとひらめき、全体的に暗から明へという構成、もちろんそれぞれのテーマの魅力だとか、ダイナミックさの表現だとか、際立ってますよね。ただ私が少々懸念するのは、これ子供向けの偉人シリーズのベートーベンの伝記にも書いてある程度のことなんですが、この第5交響曲にしっかりと運命交響曲という副題をつけている。まるでベートーベン自身がつけたようなタイトルという報道に定着しているのって日本くらいなんですよね。あとは日本の表記をそのまま伝承した台湾、中国なんかも同じだと思います。あ、でも台湾は日本ほどではないかな。もうこれ皆さん誰もがご存知だと思います。ベートーベンが秘書のアントン・フェリックス・シンドラーに運命はこのように戸を叩くと語ったというものから来てるんですけれども、現在ではこのシンドラー、オーボラ吹き、もしくはその疑いが極めて大きい人物として、ベートーベン研究の現場から遠ざけられる傾向にあります。とは言っても、シンドラーの残した記録はベートーベンに直接接した人物による一次資料ですから、まあ、無視するわけにはいかないんですけれども、どうもシンドラーの残したベートーベンに関する証言にはかなりの脚色や事実でないことが紛れ込んでいる。
かつて400冊あったと言われるベートーベンの会話帳が現在139冊しか残っていない。これも以前はベートーベンの音楽史上の存在感、尊厳を損なうような内容のものをシンドラーがおもんばかって廃棄したと言われてましたけれども、最近ではシンドラーが自分の作り上げた架空のベートーベンの人間像を浸透させようとして、その反証となるような内容の会話帳を処分してしまったと、微妙にその廃棄処分の目的が変わってきているようなんです。ちょっとシンドラ関連のお話をしますけれども、いずれにせよこの会話帳というのは、これはこれで非常に面白いネタです。例えばここでは難聴のベートーベンに当てて質問が書かれている。ベートーベンの返答というのはここには一切書かれてないんですね。書かれている内容も高尚なもの、ベートーベンの頑固さ、疑い深さを示すものや結構露骨、下品、低俗な内容もあって、まあそれが人間ベートーベンの隠れた面を照らし出していると言えなくもない。というわけで、シンドラーがこの第五交響曲のモチーフは、ベートーベン自身が運命は扉をこう叩くんだと言ったという話も、今日ではかなりの創作が加わっているのではないかと見られている。でも、そのエピソードがあまりに説得力があるゆえに、全世界でこの話が語り伝えられている。そして作品そのものも、確かにそれを体現するようなパワフルさ、雰囲気を持ってるんですよね。交響曲というのはオーケストラのソナタ。ソナタ形式の極めて凝縮、洗練された優れた例です。そしてこのドラマティックな作品、フルトヴェングラーお得意のレパートリーだった。名曲決定版という本の中で、アラエビスもベートーベンの第五で聴衆を泣かせるのは世界広しと言えでもフルトヴェングラーしかいるまいと書いている。さあ、そんなフルトヴェングラーの12種類のベートーベンの第五の演奏を聞いてみましょう。まず最初、皆さんよくご存知のように、フルトヴェングラーの初レコード録音、1926年秋のポリドール版です。ベルリンフィルハーモニーを指揮したものです。このレコード復刻版ってそう多くないんですけれども、今回は私、この LP の他に、フルトヴェングラーセンターの発行した CD で聴いてみました。第一楽章から、座りの良いテンポであるのがわかります。往年の大指揮者たちの若かりし日のレコード録音には、妙にチャカチャカしたり、思いつきのバタバタ、ワタワタしたテンポ感覚の演奏というのがまあまああるんですが、ここでのアレグロコンブリオ、まさに、後のフルトヴェングラーの演奏と共通するものです。このフルトヴェングラーの録音よりも13年ほど前、1913年、ベルリンフィルの前任者であるアルトゥール・ニキシの演奏と比べても、明らかにテンポだけではない、オーケストラのアクセントというのか、響きのインパクトがパンチの増したものになっている。ニキシとフルトヴェングラーのマダンの写手序曲を聴き比べてもわかるんですけれども、状態の良くない録音を通して聴いても、両者の音楽の資質というのがまるで異なっているのがわかります。今我々がこのフルトヴェングラーの初録音、1926年の録音として聴きますと、まず残念ながら録音状態は良いとは言えない。いくら初期の電気録音ではあっても、あまり長続きしなかったライトレイの方式によるものなので、機械式アコースティック録音よりも格段に進歩したと言えるほどの音ではない。聞いていると、まずこの古めかしい音に気を取られてしまいます。しかし、この第一楽章も第二楽章も、どうかフルトヴェングラーの演奏の実態、とりあえずテンポとフレージングですね。そこに耳を傾けていただきたい。注意深く聞き込んでいくと、やはり晩年の演奏に通ずるフルトヴェングラーのベートーベンの第五像っていうのが、ここで早くも出来上がってると思うんです。最後の1954年5月のベルリンでのライブ演奏。これに至るまでの28年間の間にずーっと一貫するフルトヴェングラーのスタイルっていうのが確実に見えてくる録音です。一方、ちょっと逆説的なお話をしますと、このようなフルトヴェングラーの演奏ぶりを1926年当時の人たちはどう聞いたのか、どう捉えたのか。ニキシや初期のトスカニーニがそうであったような19世紀の香りを残すかなり肌触りの優しい温暖な演奏スタイルに対して、若き日のフルトヴェングラーの演奏ぶり、指揮ぶりというのは当時の数々の証言に残っているように、獅子のように髪の毛をなびかせ、火と燃える身振りを持ってオーケストラを指揮し、クレッシェンド、ディミネンド、スフォルツァンド、これら全ての演奏の記号が彼の手によれば一つの支配的な基本感情の変化となり、それは未だかつて空虚な言い回しや効果作りであったことはなく、常に激しい感度であった。なんだか意味がよくわかりませんけれども、この人たちが一様にすごいものを見た、聞いたということを伝えようとしているらしいのは伝わってきますよね。
つまりはかつて二騎士を聴いていた人たちがその二騎士とは全く違う新しい斬新な指揮者の登場とフルトヴェングラーが作り出すドラマティックな演奏に圧倒された驚嘆した心境を語ったものだと言える。ということは余計にフルトヴェングラー自身が自分の指揮のテクニックについて二騎手にしか学ばなかったと言っているのはその意味するところを慎重に捉えなければならないと思うんです。さて第二楽章もこの1926年の録音、実にしっとりとしたあまり加速極端な高揚の感じられない伸びやかで手堅い演奏です。第三楽章の出だしもそうですね。基本のテンポ設定は決して速いとは言えない。一つ一つの音の打ち込みに二騎士よりももっと強烈な意志力があります。この言い方が曖昧であるならば一つ一つの音に込めた表現がより濃厚で音で何かを物語らせようとする表現力が増しています。こうしたドラマティックな表現が1913年と26年の録音で見ても明らかに変わってきている。同じベルリンフィルであってもですよ。ただフルトヴェングラーの演奏として聞くならこの第三楽章はかなりおとなしい方だと思います。まず録音の特性に問題がありすぎますからフルトヴェングラーが実際にどのようなダイナミックスの幅を取っていたのかはちょっとわかりません。テンポはかなり落ち着いたものだと思います。フィナーレの冒頭もいかにもフルトヴェングラーですね。すぐにアレグロのテンポを始めない。ドーミーソーで思いっきり粘るんです。云々よりもこのファンファーレを誇張、そこに迫力を聞かせようとしている。演奏にあたっての基本的なスタンスがワインガルトナーのような演奏とはすでに全く違うものになっています。これフルトヴェングラーの40歳の時の記録ですが、すでにしてそうしたテイストっていうのがそこここに聞き取れる。収録音質に限界がありますのでそれ以上のものを聞き出すのは難しいかもしれませんが、逆に後年の録音を先に聞いた後にあえてこの最初の録音に立ち戻ってみると、なんだやっぱり同じことやってるんじゃないかと思われる方は多いと思います。この26年の初録音、最近では復刻 CD もいろいろ出てますよね。一つ大変興味深いアイテムとしてフルトヴェングラーセンターが発行した2種類のこの同じ26年初録音の第5を別復刻した CD を紹介しておきます。これ同じ演奏、同じポリドール版の復刻でありながら、従来の復刻 CD と檜山康介先生がご所有だったレコード、これを復刻した檜山コレクションのシリーズとでは音作りが全く異なってるんですね。それぞれ聞きどころありますけれども、どちらか一つって言われたら私は新しいこの檜山コレクションの復刻の方をお勧めします。さて続いて1937年の HMV の SP 録音です。1937年、フルトヴェングラーはポリドールとの録音契約を終えましたけれども、その後はフルトヴェングラー HMV と録音契約を結んだ。結果として録音点数は決して多くありませんでしたけれども、このベートーベン第5やチャイコフスキーの悲壮、ワーグナーのトリスタンとイゾルデ、パルシファルといういずれもインパクトのある演奏がレコードに残されました。そして忘れてはいけない、この録音契約の最後にどういう経緯でかフルトヴェングラーの自作自演ピアノとオーケストラのための交響的協奏曲の第二楽章アダージョもまた録音されました。これ素晴らしい曲演奏です。この曲、この録音については単独の動画を作っていますのでぜひご覧ください。さてこの1937年の録音になりますと、もう冒頭から整ったパワフルなオーケストラのサウンド、そして演奏の勢いにハッと目を覚まさせられるようです。すごく整ったアンサンブルです。そしてファンの皆さんならよくご存知、大戦中1943年6月とされる演奏のわずか6年前ではあるんですが、この HMV 録音、あまり演奏上の誇張がない、非常にストレートで思い切りの良い演奏です。1930年代のフルトヴェングラーという言葉がありますが、これはこの時代にこそフルトヴェングラーは最も充実した演奏を聴かせていたという賛辞があるんですね。まあこういう演奏を当時実際に会場で聴いていたなら、まあ確かに打ちのめされる。山田耕作のようなアンチフルトヴェングラーであった人でさえフルトヴェングラーが指揮するベートーベン第5の演奏について強烈な印象を
思ったと書き残しています。なおフルトヴェングラーと同い年だった山田耕作も1935年新交響楽団、現在の NHK 交響楽団を指揮して、同じくベートーベンの第5の録音を残してるんですね。この2つの演奏の比較についてもぜひこちらの動画をご覧ください。聞き比べてみると本当面白いですよ。ただそれでもやはりこの録音素晴らしいんだけれども、第2楽章あたりになるとどこか物足りなさを感じさせる。フルトヴェングラーの脚色が意外に希薄な面もあるので、畳みかけるアレグロ、ダイナミックさで迫力を効かせる第1楽章なんかはまだしも、第2楽章はちょっといかにも淡白です。第3楽章、1926年の録音よりはフルトヴェングラーの物々しい芝居気が増している。出だしの手探りのようなかなりの弱奏による低減のテーマ、先の録音よりもずっとこう何かを物語ろう、そういう語り口が増していると思います。ただし、この中間部の象のダンスの部分なんかも、セッション録音にしては、実は意外に完璧とは言えない。これはそれこそフリッツ・ライナーとシカゴ交響楽団のレコードのような完成度とは違っていて、しかしこの程度のアンサンブルであれば、当時のベルリンフィルは別に困難でもなかっただろうと思うんですけれども、どうもこの演奏不調なんです。この部分に限らず、この第三楽章あまり乗っているように聞こえない。これがもしかしたらレコード録音の弱み、聴衆の存在感を背に意識してこそ実力が発揮されるフルトヴェングラーの姿だと単純に言い切ってしまいたくはないんですけれども、今回聞き直してみて実はちょっと拍子抜けしてしまいました。この点については私自身の今後の課題にしておきます。長いトンネルを抜けて勝利の波長調に至る部分もティンパニーが抑えられていますし、エネルギーというのか、オーケストラの音量が上がりきるまで待つというものでもないので、これがかなりおとなしい。正直なところやや物足りない感覚があります。第4楽章フィナーレは部分はとてもいいと思います。実はこのフィナーレもまたベートーベンの楽譜の書き方というのか、オーケストラの仕立て方にいろいろな謎や問題があるんです。バランス感覚に気を配らないと聞こえてこない重要なセーブだとか旋律がある。こういう点は昨今の古楽スタイルでは意識してそうした埋もれがちな旋律を浮き上がらせたりしますけれども、この頃大オーケストラ、グランドオーケストラの時代ではあまりそうした形にこだわらなかった。目指しているものが違うんでしょうね。そうした細部に目が行き届いているとは言えないところもある。これは今日の聴き方かもしれませんね。私これは一時期本当に好きな演奏だったんですけれども、最近はまた別の聴き方をしています。さて順序としては、この後1939年9月の放送の録音に行くべきなんですけれども、実はここに一つ面白い録音があります。1937年11月22日、アーベントロートがベルリンフィルを指揮したベートーベンの第5です。この年10月8日11月3日にフルトヴェングラー、ベルリンフィルとベートーベン第5が録音されたのに、そのわずか19日後にオデオンレーベルがアーベントロート、ベルリンフィルで同じくベートーベンの第5をレコード用に録音している。いつかこの2つの演奏を比較してみたいと思ってたんですが、今日はいいタイミングですのでこの演奏も聞いてみたいと思います。このアーベントロート版、冒頭はともかく曲がペースに乗ってくると、まあテンポこそフルトヴェングラーのように比較的快速ペースなんですが、もうフルトヴェングラーの演奏とは音のパンチや低音の出し方というのがまるで違っています。アーベントロートの方がスッキリしてるんですね。で、実はこれはこれで悪くないんですよね。この第一楽章、フルトヴェングラーと比べるならやや物足りないと思われるかもしれませんが、実はバランスの取れた節度も味わいもあるいい感じの演奏です。フルトヴェングラーの演奏よりもより自然な流れがあるかもしれない。録音の状況もレーベルも違うようですので単純な比較できませんけれども、第二楽章もやっぱり同じ傾向にありますね。金管のファンファーレが怒号しないんです。バランス感覚というのはテンポでも表出力でも表情付けや音量のバランスとかいろんな意味がありますけれども、ここで言うアーベントロートの第5の特徴は調和だと思います。音のブレンドがうまい。当然のように演奏のスタンスが違いますから、先ほど比較してみたいと思ってたと申し上げましたけれども、実はあえて比較する必要ないんですね。
アーベントロートはアーベントロートで、この快適な運びを楽しめばよい。わずか2週間ちょっとの違いで、ベルリン・フィルが2人の指揮者の下で、こういうベートーベンの第5を演奏していたっていうのが面白いわけです。第2楽章の盛り上がりもかなり抑制が効いてます。全体のラインがフルトヴェンガラーよりなだらかです。歩みも淡々としている。第2楽章のコーダなんかも思い入れがないので、極めてさっぱりとしてます。第3楽章もかなりフルトヴェンガラーとは違ってます。フルトヴェンガラーよりもかえって味が濃いかもしれません。少なくとも先の1937年の SP レコード録音と比べるとです。しかしピチカートのパッセージになると、これあっけらかんとしている。弱い部分、弱層部分でこれだけディティールがはっきりと聞き取れるっていうのは、録音の際にかなり音量を上げて演奏していたことも考えられます。フルトヴェンガラーの同じ部分がテンポも落としきって、極端な弱音、ピアノを聴かせるのとは対照的です。こういうところが面白いですね。第4楽章フィナーレも、あの当時のベルリン・フィルの音色など味わいはありますが、演奏としては中庸に近いかな。悪い意味ではありませんが、もう引っかかるところがない。実にスムースな演奏です。クリーンなスープの東京風醤油味ラーメンですね。これはそばやうどんとは言えません。そしてこれに比べると、フルトヴェンガラーというのは、まあ豚骨とは言いませんけれども、喜多方ラーメン風にスープにより油が乗っていると思います。このアーベントロートの1937年の録音、最初私はこの東芝新生堂のシリーズで聞きました。その後この演奏に興味を持ちまして、別の復刻版も当たってみたんですが、ターラのこれは最初あまり感心しなかったんですが、先ほど聞き直してみましたら、ノイズはちょっと抑え込んでありますけれども、オーケストラの音はソフトに聞こえてなかなか良かったと思います。それから LP では日本国内でこのようなプライベート版がある。ここには世界初復刻と書かれていますが、これも新生堂版とターラの中間、もう少し新生堂寄りの音だったと記憶しています。というわけで、この2点、当時のベルリン・フィル2週間違いで演奏録音したベートーベン第5として、非常に面白い記録だと思います。さて次、1995年96年あたりでしたか、ターラでいきなり世界初出を遂げた1939年9月13日の演奏。これ聴衆なしの放送のための演奏のようです。おそらく放送スタジオから全曲ぶっ通して生演奏したんだと思います。それを記録を取る意味でシラック版に取り込んだんでしょうね。もう数年前になりますか、登場したベルリン・フィル自主制作の22枚の SCD セットで、初出のターラ版よりはやや良好な状態で聴けるようになりましたので、私はそちらで聴いてました。これいい演奏だと思います。冒頭ややティンパニーがもたつく部分がありますが、そんなの小さな問題です。1937年のレコード録音よりも明らかにノリが良い。変な言い方ですけれども、演奏のテンポとは関係なく、音が目の前を通り過ぎていくスピード感というのが圧倒的に速いんです。第2楽章の強音フォルテのファンファーレや全合奏トゥッティで音が鳴らされる時なんか、アーベントロートよりもずっと攻撃的です。勢いがある。これに限らず、第3楽章、第4楽章、全曲を通じて怒涛の迫力。これやっぱりフルトヴェンガラーだなと思いました。1937年のフルトヴェンガラーと19日違いのアーベントロートの共にレコード録音を聞いて、その後にこれ聞いてみたんですけれども、内容としては格段に鮮烈でした。これやっぱり通し演奏だからこういう結果になったんでしょうね。そしてご存知のように、第4楽章には数分間の欠落があるんですけれども、このターラの CD では1937年の録音で補正してあります。しかしベルリン・フィル自主制作の SACD セットはフェードアウトで補正なしです。私これこのままでもいいと思いました。さて続いて、1943年6月収録と言われる対戦中のベルリン・フィルとの演奏、そして参考演奏として対戦末期にオイゲン・ヨッフムがベルリン・フィルを指揮した演奏も取り上げたいと思います。では順序として、1943年6月27日から30日の間の実況録音だという演奏から聞いてみましょう。これいわゆるメロディア
でレコード化されていたシリーズの中に含まれているもので、当時ナチスドイツが開発した最先端の磁気録音システムマグネトフォンによって収録され、終戦時に戦利品としてソ連がドイツから持ち去ったものです。そして一連のフルトベンガラのメロディアのシリーズ中、最も早いレコード化レパートリーがこのベートーベンの第5であった。一番最初にメロディアがレコード化したフルトベンガラの演奏なんですね。ところがこれ聞いてみるとすぐわかりますけれども、聴衆ノイズがないんです。公演ライブでないことは確かです。当時のマグネトフォン収録の中には、1944年10月7日のブルックナー9番、その10日後10月17日のブルックナーの8番、そしてウラニアのエロイカとして知られる1944年12月のベートーベンの英雄などが聴衆なしで演奏録音されています。というわけで、この第5交響曲とともに第4交響曲も1943年6月27日から30日という日付を与えられた演奏が2種類ありますけれども、一つは全曲ライブ演奏、もう一つは全曲お客さんなしです。なので無観客演奏というのは実は正確な演奏収録データは不明なんです。一説には1944年2月というデータの音源もあるらしい。これも実は1944年2月7日8日収録となっていて、この日はベルリンフィルの公演の日に当たっていて、ベートーベン第5の他にモーツァルトの39番、そして私の大好きなヘンデルの合奏協奏曲作品6の12短調が演奏されているんですが、この公演のメインであったはずのベートーベン第5のライブ録音というのは残っていない。まあそれはいいんですけれども、このベートーベン第5、当時としては格段に優れた音質クオリティです。しかし意外なことに、初期版以外のメロディア版 LP レコード、例えばこれも実は音はあまり良くないんです。それにモスクワ放送が所蔵していた音源からのコピーということで出されたドイツグラモフォンの CD、 これも実は最も聞きにくいものの一つです。そしてメロディアご本家からの CD もあんまり良くないですよね。そうしたものと比べると、このターラ版の音質の鮮明さというのは群を抜いています。と、このようにですね、この対戦中の第5の録音に関しては、その収録データだけを取ってみても、なかなか厄介な問題というのがある。しかし今回はあくまで演奏中心に聞いてみたいと思います。というわけで今回はこのターラ版で聞きました。まあ CD の中ではこれ最高の音質だと思います。でこれ不思議なことに、ソ連から帰ってきたテープではなくて、ドイツ国内に残されていた音源を使ったものです。ターラで出ているフルトベンガラーの1943年のベートーベンの第5、おすすめします。はい、第一楽章、これ聞いてみて面白かったんですけれども、これ1939年演奏と同じく、いかにも通し演奏だと思うと同時に、もう一つ、やっぱりお客さんのいない演奏だなということを思った。オーケストラの音に勢いはありますけれども、第一楽章意外にリラックスしています。展開部あたりまでテンポが穏健ですし、あまり踏み外した表現がない。よく私が音楽の効用と演奏そのものの効用が一致するという言い方をしますけれども、これ当たり前のことのようですが、フルトベンガラーはその演奏の火の灯り方、燃焼の具合というのが他の演奏よりも露骨な場合が多い。もうあまりにも目に見えるように、手に取るようにその演奏の盛り上がりが伝わってくる。そしてその多くの場合が曲そのものの持つ音楽的な高揚感と一致してるんです。それで見ると、この1943年、いえ実は正確な収録日不明のこの演奏、思われているよりもおとなしい演奏です。私も今回聞き直してみてちょっと意外でした。第二楽章も最初の部分なんかフルトベンガラーにしては穏やかでクールな進行です。の緩急の変化が表現上の力に結びついていないようにも聞こえる。だから良くないということではないんです。これに比べれば戦後の演奏にもっと芝居気のある異様なテンションの上昇というのを聞ける演奏があります。ちょっと極端に言いますと、1954年2月のウィンフィルトの EMI レコード録音の演奏に似てるような、まあ、うっすらとした記憶ですけれども、そんな感じさえする。 CD のせいかなとも思ったんですけれども、第一、第二楽章を聞いてすごく琴線の取れた演奏、もちろんそこには王子のベルリンフィルの重厚な暗いサウンドがあるので物足りないというのとは違うんですが、対戦中のフルトベンガラ
らにしてはやけにどっしりとした演奏に聞こえます。コーダのテンポの落とし具合、休符をフェルマータのように捉えるのはやっぱり上手いですね。こういうのは表現が生きていると言ってもいいんだと思う。アーベントロートのあっさりとしたメトロノームで拍を刻んだような進み具合とは全く違う。よりロマンティックというのか、何かそこに聞いていてストーリー性が見えてくるような気がします。第三楽章、悪い意味ではなく普通です。普通に素晴らしい。そしてこれに至るまでの3つの演奏よりもずっと録音が良いので、細かいニュアンスがよく伝わってくる。フレッド・ベンクラーのコントロールやベルリン・フィルの弦楽器セクションがどういうフレージングやアゴーギグ、細かい揺れを作り出そうとしているのかがはっきり伝わってきます。中間部は1937年のレコード録音よりも立派です。しかしそれでもちょっとどこか冴えないところがある気もする。あまりコネミヨガ氏のアンサンブル能力を誇る、どうだすごいでしょうという雰囲気では全くないので、後の演奏カラヤンであるとかライナーシカゴ交響楽団の演奏のような派手やかさとは違ってややくすんだ雰囲気のトリオになっています。そしてやっぱり面白いのはティンパニーがロット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 とリズムを刻み続けるトンネルの通過部分。その前のパッセージよりテンポがガクッと落ちる。フルトベングラーはこういうのを気にしないんですよね。逆にそれを意識してる。その代わり第4楽章フィナーレに到達するまでの音量だけではなくて音楽の熱量、テンションの膨張というのがより迫力あるものになる。そういうところが同じ聴衆なしの演奏ではあっても、4分半ごとに演奏が中断される SP 録音のための演奏とは変わった特徴が出てくる。これいつかお話ししましたけれども、ハンス・クナッパーズ・ブッシュとベルリン・フィルによるブラームスの交響曲第3番、これもまた対戦中似たような時期にエレクトローラの未発表の SP レコードの録音とバーデン・バーデンでのマグネトフォンコンサートの演奏では、やっぱりマグネトフォンの録音の方が音楽の流れが全く違うものが聞き取れるんです。さてこのベートーベン第5第4楽章フィナーレ、ベートーベンの面白い試みで第3楽章からのトンネル抜けがもう一回再現される。これ相当斬新なアイデアだと思います。そして面白いのはソナタ形式でいうこの再現部の部分で、この1943年演奏やっとフルトヴェングラーらしい熱気と切れ具合にたどり着く。こういう演奏に仕上がるところがいかにもフルトヴェングラーだと思います。さてというわけで、意外におとなしかったと言いますか、どちらかというと風格の豊かさというのがより伝わってくるこの1943年の演奏。これ以前別の動画でなんかお話しした記憶もあるんですが、この CD なんと大戦末期も末期、1945年1月12日あのコンサート途中に停電が起こってモーツァルトの40番の演奏が中断してしまったフルトヴェングラーのコンサートが1月23日、その直前1月11日12日にオイゲン・ヨフムがウェーバーのオベロン序曲、ドボルザークのチェロ協奏曲、そしてベートーベンの第5というプログラムでベルリンフィルを指揮しています。この CD にはヨッフムがハンブルクフィルハーモニーを指揮した1943年6月9日10日の収録と思われる電演も入っていますが、この CD 解説書を見てみますと、両方ともソ連に接収され1991年に返還されたテープが元になっているとあります。この第5はおそらく12日のドレスリハーサルで収録されたものだと思われるということでしたので、確かに聴衆ノイズはここでも全く入っていません。大戦末期のベルリンフィルとの演奏、フルトヴェングラーではない別指揮者なもので残っている。しかもベートーベン第5というのですから、これ大変興味深い記録です。せっかくですので今日はこれも聞いてみたいと思います。さあこのヨフムの演奏、結構迫力があります。オーケストラのまとまり具合というのが確かなんです。これもしかしたらフルトヴェングラーのあの独特な指揮ぶりと、それよりはおそらくはるかに分かりやすかったであろうヨフムの指揮の動作の違いによるものなのかもしれない。同じ第5で同じオーケストラで同じような暗さのあるサウンドで、音楽のメロディーだとかまとまりだとかがずっとくっ
きりしたものになっている。何もフルトベングラーが曖昧でぼやけたものだという意味ではないんですけれども、ここにはもっと常識的なヨッフムの明快な音楽の運びが聞ける。しかもアーベントロートのような端正さというのともまた違います。ヨッフムには規定の音楽をはみ出さないまでも、それでもなお粘りや意識的なテンポのわずかな揺れがある。第一楽章の最後の盛り上がりなんか結構テンポが上がります。しかしここがフルトゥイングラーの加速とは違うんですね。なんかこう足元に火のついたようなところがある。こう行きたいという気持ちはわかるんですが、オーケストラのコントロールぶりというのが少なくともここではやや刹那的に聞こえる。雄大とは言えないですね。緊張感はありますけれども、スケールが大きいという盛り上げ方ではない。ヨッフムの指揮ぶりがおそらくは明快なものだったゆえにこういう演奏になったのだということも言えると思います。オーケストラがヨッフムの意識するところに着実に反応したわけですね。そして第二楽章、フルトゥイングラーの演奏によく似ています。フルトゥイングラーの第二楽章、1937年の HMV 録音もそうでしたけれども、やや物足りないところがある。そう言って悪ければ他の楽章よりはオーケストラの自主性、室内楽的な自主的なアンサンブルに任せたパーセンテージが多いのかもしれない。ヨッフムの演奏にこれほどフルトゥイングラーと似通ったものが感じられるというのは、これはヨッフムがフルトゥイングラーを真似たというよりも、長年フルトゥイングラーとの演奏を続けてきたベルリンフィルがすでにこの第5の第2楽章という音楽の基本スタンスとして持っていたものが現れたのではないかと思います。あまり良い例ではないかもしれませんけれども、1970年代後半、1975年あたりでしょうか、ベルリンフィルで小沢さんとモーシェ・アツモンが極めて近い日時でベートーベンの第7交響曲を演奏してるんですが、これが何ともよく似た演奏だった。もちろん細部にそれぞれの指揮者のこだわりは感じられるんですけれども、全体としてテンポや音楽の移り変わりが似通った演奏に仕上がっていて驚いたことがあります。それをこのヨッフムの第2楽章を聴いていて思い出したんです。ただ第2楽章後半にはヨッフムちょっと停滞があるかなと感じられます。やや音楽に浸りすぎたっていうのか、魔法の途切れる部分がある。そして面白いのは最後の2小節です。まあ意図は分からなくもないんですけれども、ちょっと悪趣味にも思える。ヨッフムはこの第2楽章最後のファンファーレ同期、ベートーベンの楽譜ではこの通り木管楽器だけなのに、ここにホルンを足してるんです。あんまり聞いたことないですよね。ベートーベンは第5交響曲でそれぞれの楽器の音色であるとか、どういう組み合わせにするかということを非常に気を配っていますので、こういう手の加え方っていうのはあまりしない方がいいんじゃないかなと思う。すいません、またちょっと脱線しますけれども、しかしその上で晩年のロリン・マゼールがベートーベンの交響曲全9曲に独特のティンパニーパートの編曲を行ったのは大変面白い試みだと思います。マゼールは確かベートーベンが現代に生きていたらきっとこういうティンパニーの扱いをしただろうというふうに言ってたと思うんですけれども、聞いていて自然ではないんですけれども説得力がある。少なくとも音楽的に聞けました。はい、ヨッフムですけれども、こうして聞いてみるとドイツの敗戦間近の演奏とは思えないところがあります。いつか動画を作りたいんですが、フルトゥイングラーでも旧フィルハーモニーホールでの最後の演奏となった1947年1月9日から12日のコンサート、曲はベートーベンのバイオリン協奏曲とリヒャルト・シュトラウスの家庭交響曲ですが、破局寸前、暗黒と絶望の日々の中で演奏されたものとは信じられないくらいの明るさ、楽しさがある。ああいう環境の中でもこういう演奏が可能だったっていうのは非常に面白いと思います。はい、第三楽章からフィナーレへの持っていき方、これもフルトゥイングラーによく似ています。アーベントロートよりもずっとドラマティックだと思う。これもおそらくは当時のベルリンフィルがベートーベンの第5を演奏する基本スタンスだったのかもしれない。しかしそれでもなお金管楽器の扱いや誇張の仕方などフルトゥイングラーの演奏では聞けない工夫があったりして、そういう表現方法が生々しくちょっと下品に感じられる部分もある。面白いですけどね。そしてやっぱり通し演奏なんですよね。それゆえの迫力がある。ただやっぱりこれフィナーレなんか聞いていて、どこかこう額縁の間に収まったような雰囲気がある。それゆえの品の良さというのもありますけれども、最後のコーダのところ、四分音符の刻みが続くところの追い上げなんかはない。インテンポに近い形です。
この録音聞いていて結構接続が目立つということもお話ししておきます。というわけで大戦末期、フルトヴェングラーの身にも危険が迫りつつあった時期のヨーフフムの演奏を聞いてみて、指揮者の個性とともに優れたオーケストラが自分たちのテイストとして持っているその曲の演奏スタンスというものがあるんだなということに気づきました。近衛秀丸が晩年のインタビューで、優れた演奏を可能にする要素がどこまでが指揮者でどこからがオーケストラなのかは未だにわからないというふうに言ってるんですけれども、そうしたことも思い起こさせてくれました。さて次はもう戦後の演奏、しかもモニュメンタルな1947年5月のフルトヴェングラーのベルリン復帰の演奏、25日の演奏と27日の演奏が残されていて、両方ともレコードになっている。特にグラモフォンから出ているこの27日の演奏は、それこそフルトヴェングラーの代表的演奏という評価を得ています。今回じっくりまず25日の演奏を聞いてみました。力強いです。もう弦楽器の弓から松ヤニの粉が飛び散る様が見えるほどのサウンドが聞こえている。オーケストラの響きのまとまりがすごい。わずかなズレだとか曖昧なところがないんです。もうオーケストラの発音、発声かな、これがもうバシッと決まっている。それがそのままこの第一楽章そのものの迫力、音楽の迫力につながっている。テンポそのものは意外に変化はありません。どちらかというと終始一貫として硬直、堂々としたテンポが続いていますが、1943年の演奏よりは熱気というのか疲れたような高揚が現れています。でもそういうテンポの上昇もあるフレーズの決めどころでフルトヴェングラーはちゃんと戻すんですよね。こうした運びこそが音楽、音楽演奏とテンポの関わりなのであって、ただ提示部が何分何秒、展開部ここからここまでが何分何秒というグラフ表示的な時間配分なんかまるで意味がない。それであればどの演奏も僅差だけで、さして変わらない結果しか出てこないのが分かりきっています。というわけでこの第一楽章、卓越した力と豪快なコントロールに満ちた素晴らしい第一楽章だと思います。第二楽章もフルトヴェングラーが手綱を緩めるところのない、すごくこうなんていうのかな、目の行き届いた演奏をしている。オーケストラに任せ切るというよりもちゃんと一つ一つのフレーズ、音の行く先を見ている。これが時には室内楽的にオーケストラの自主性に任せるような演奏もあるんですが、晩年の録音にはこれが現れがちになります。幾分リラックスしたしすぎた演奏もないではないですが、この演奏は違います。185小節のクライマックス、これいいですね。いかにもこう来てほしいというパッションが聞けます。その後コーダに向かう部分もフルトヴェングラーの演奏コンセプトが非常に明快です。こういう形の決まり具合の見事さが5月25日の演奏の特徴だと言える。グラム本番の27日の演奏になると、演奏そのものの魔力は確かに増すんですけれども、アンサンブルの決まり具合が良いという点では25日のこの演奏の方が優れていると思います。第三楽章も何気なく演奏しているようで、100小節あたり弱音の不安感のフレーズなんかゾッとするほどの恐ろしさがある。こうした表情が聞き取れるのは、これまでのフルトヴェングラーの第5の中でも格段のリアリティさがある演奏です。それからトンネル抜けの部分を経てフィナーレに向かうわけですが、一つ指摘と言いますか、皆さんに検証をお願いしたい点があります。トンネル抜けの部分、第4楽章の4小節前のクレッシェンド、フルトヴェングラーは3拍子の4小節というのをまるでフェルマータのように扱う。オーケストラから自分の望むクライマックス、波長調に向かう属7の和音を思いっ
気に伸ばし拡大し燃焼させるんですが、宇野広報さんがこの部分、初日25日の演奏ではこのクレッシェンドにオーケストラがついていけず音量が弱くなってしまっているのが欠点だという意味の指摘をしておられる。これ私には誤りではないかと思います。この部分アウディテ版の CD で聞いてみると、あまりの強烈なクレッシェンドにエンジニアがボリュームを絞っているようにも聞こえる。この初出のチェトラ版も同じだったと思います。この宇野さんの指摘はレコードになった状態、もしかしたらコピー段階での粗末のミスを軽率にもフルトベングラーの演奏の特徴と混同されたのかもしれない。もしそうだとしたら、この演奏に対してのひどい誤解であるということを申し上げておきたいと思います。だって録音に入りきらないくらいの凄まじいクレッシェンドをオーケストラの息が続かなくなって音量が下がってしまったと誤認されたわけですから。第4楽章もう見事に決まりきった傑出した演奏です。こういうのを聞くと1937年の演奏にももちろん良いところはあるんですが、演奏の持つ体温だとかフルトベングラーの目指した表現、テンポの加速やアゴーギグの動きというのが徹底していて、今とは比べ物にならない指揮者への尊敬の意識と集中力でフルトベングラーの指揮、指揮棒の動きの意図するところを読み取ろうとするオーケストラからの、まあ、ちょっと歌謡曲のタイトルみたいですが、熱視線ですよね。そういう凄みが感じられる。あえて申し上げませんでしたけれども、この5月25日の演奏の第5、こうした明快さと集中力ゆえのパワフルさ、豪快さというのは、ひょっとしたら戦後初のフルトベングラーのベルリン復帰という歴史的状況が影響しているのかもしれない。フルトベングラーを取り戻したベルリンフィルの晴れがましさ、2000人のホール満杯の観客の期待や興奮、それに応える自由な活動を取り戻したフルトベングラー。この時にはまだチェルビラッキュとオーケストラの問題もカラヤンの問題も起こってなかった。今現在、後の時代に歴史を振り返ることのできる我々とは違って、その時代、その瞬間瞬間を生きていた人間の精一杯の演奏なんですよね。戦争の記憶、敗戦の記憶、オーケストラのメンバー一人一人の胸中にそれこそ様々な思い入れがあったことでしょう。それは今日の我々とはあまりに違う境遇であって、今現在のオーケストラには欠けているよねといった批判をすべきものではありません。しかし不幸な時代、自分の明日の生命さえ不確かだった時代の中で、人間がどのような音楽を演奏したのか、それが今の我々にどのように聞こえるのか、これはその強力な説得力とインパクトを持って我々に訴えかける演奏であると思います。そしてその2日後、1947年5月27日、同じくベートーベンのエグモント田園第5というプログラムが繰り返されて、27日の演奏も我々こうして聞くことができます。25日の記録と違うのはまず収録音質です。というのはこれ結構演奏の全体のイメージに影響する可能性もあるんですよね。これいろいろな考え方があると思いますけれども、1947年の録音にしてはすごく聞きやすいと思います。このため管楽器が倍管であるのもわかる。2本の管楽器の微妙な音程のズレまでが聞こえる。でもやっぱりこれ全体のピッチがやや高めですね。アナログ録音でピッチが高いっていうのはテンポも速くなるっていうことですから、その分ちょっとチャカチャカして聞こえるんですよね。かといってピッチがやや下げられたこのオリジナル版の方はちょっとした修正もありますし、まあいろいろレコード化の状態に問題のある録音ではあります。はい、この演奏冒頭の運命の動機はさておき、第一楽章のアレグロの提示部に入るともうすでにしてノリの良い快適というのか本調子のペースに乗り始めます。オーケストラから全力投球のパワフルな音が出ています。時々ぶっきらぼうのような投げやりなフレーズ処理もありますけれども、それがきちんと音楽的表現につながっているので、ただただ圧倒されてしまう。この第一楽章、この作品のドラマ性を最も鮮烈に描き出した激しい演奏ではないでしょうか。第二楽章はそれに比べると穏やかというのか、ずっと抑制の効いた演奏です。歌い込みも十分なんですが、どちらかというと激しさが流麗な歌い込みとして聞こえてくる。当たり前ではありますけれども、鳴りの良い弱奏。
音量が少ない、音が聞こえないということと、雄弁なピアノというのとは全く別のことです。誤解を招くかもしれませんけれども、この第二楽章、すごくバランスの取れた演奏だと思います。この第二楽章におけるバランスの良さというのは、第三楽章でも同じで、フルトベンガラーにしてはこれ非常にストレートです。表現手段に露骨なテンポの変化、各部分のテンポのコントラストというのを使ってない。直球ですね。それも一本上司という意味ではありません。そしてトンネル抜けの部分、5月25日の復帰初日よりもおとなしい。普通すぎて拍子抜けといった感もあります。この部分に限ってみれば25日の方がよりドラマティックで芝居気がありますよね。音楽自体素晴らしいんですけれども、このフィナーレやっぱり演奏が難しい。いや、簡単な曲があるっていうわけではないんですけれども、ただし名演名盤とされているものでも前半の3つの楽章に比べてフィナーレがそれほどでもない、第一楽章のような完成度に至っていないという演奏は結構あります。具体名を挙げますと、私の好きなミュンシュ、カルロス・クライバーのグラム本番なんかでも、フィナーレが一番聞き劣りしませんか？これらはレコード用の録音ですから、実演ならばまた別なのかもしれませんけれども、フィナーレを見事に聞かせる、見事にさらにプラスアルファを兼ね備えた演奏というのは、思ったほど多くない。この二つの演奏を直接短絡的に比べるというのもなんですけれども、フィナーレの凄みだけを比べるなら、初日25日の演奏の方、それも最近聴けるようになったアウディーテ版の方の印象が鮮烈ではないでしょうか。1960年代初めになぜこの27日の演奏の方がレコード化されたのか、もちろん契約上の問題などもあったんでしょうけれども、しかし例えばブルーノ・ワルターが1952年5月17日と18日のウィーン・フィルを指揮したモーツァルトの40番の交響曲、あれソニーから最初に出たのは18日の方でしたよね。で、最近になってターラかどこかが17日の演奏も CD 化した。両方ともオーストリア放送協会の収録だったと思いますが、実はあのソニー版52年5月18日の演奏ではないんです。それはさておき、ソニーがまずあの演奏をレコード化したのは立派な見識だと思った。5月17日演奏と18日演奏とされているものを比べると、やっぱりソニーから出たものの方が優れた演奏なんです。フルトベンガラーに戻りますが、この5月27日演奏のフィナーレ、第一楽章の入れ込み用に対してずっとクールに進めているという傾向も感じられますが、確かに絶大な説得力のある演奏だと思います。そしてこれまたフルトベンガラーセンターが最近発行したセット、デンマークのフルトベンガラー研究家ヘニング・スミット・オールセンが所蔵していたコピーテープの復刻を中心に構成されたものです。ここで現在残されている1947年5月25日27日の可能な限りの音源が集められています。まあ残念ながら27日公演、コンサート3日目の田園というのはいかなる形でも残っていないようです。これ研究的なセットとしては非常に面白いアイテムだと思います。個々の録音、25日の演奏にはアウディーテのセットやドイツ教会版、27日演奏の方はドイツグラムフォンの初期 LP、 何種類かの CD、 そして盗読のエテルナ版なんかがありますけれども、まあそれぞれ状態が良くて聞きやすいものがあると思いますが、このセンター版に関心をお持ちの方、ぜひセンターに問い合わせをしてみられてはいかがでしょうか。特に解説リーフレットにはオルセン氏によるこのフルトベンガラーのベルリン復帰のコンサートの録音に関して非常に興味深いデータが紹介されています。さて、ここで初めてウィーンフィルを指揮した、しかもライブ演奏が登場します。1950年の北欧演奏旅行で9月25日と10月1日6日違いの2つの演奏が聴けるんです。これがまたいろいろと面白い記録なんですね。まずベルリン版同様比較の楽しみがあるんですが、今回たまたまなんですけれども10月1日のコペンハーゲン版の方を最初に聴いちゃった。まあいいですよね、何も演奏順に聴かなくてもいいので。その結果いろいろ面白いことが分かりました。はい、この後はまた来週続けてお話ししたいと思います。来週も多分このサイズの動画になると思います。お付き合いありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。皆さんそれぞれお好きなベートーベンの第5はどの演奏か、コメント欄への投稿をお待ちしております。さて、このところ慣例となっているボーナストラックです。本編で話し忘れたことを動画本編の後にこうやってお話しするということになっております。これ一つにはこのおしゃべりしている本編の原
稿なんですけれども、これ以前のチャンネルの時のものをそのまま使用している、気をつけてはいるんですけれども、その後新たにリニューアル発売された CD があったりして、その都度修正していかなければとは思ってるんですけれども、どうも忘れてしまって動画を撮り終えてからあっということが多い。今日もそれなんです。まあいいでしょう、泥マニコーナーとして喜んでくださる方もあると思いますので、今日もネチネチと行きましょう。まず1926年の初録音のベートーベン第5なんですが、本編中で紹介するのを忘れていました。もうこのセットをお買い求めになれば問題なしです。2021年発行のワーナのセット、これ EMI 系だけではなくて、フルトヴェングラーの正式なレコード録音、セッション録音が全てまとめられている。もちろんこうしてポリドールの SP 録音も全て含まれています。これオリジナルの音源から復刻マスタリングされているので、もちろん聴き手の好みはそれぞれでしょうけれども、制作の信頼性というのか、もうあれこれ言うよりもまずはこのセットを買えばそれで OK ではないかなとも思う。その上で皆さんそれぞれが気に入った演奏があれば、例えばもっと SP レコードのムードを生々しく感じることのできる復刻を探すこともできますから、まあ皆さんとにかくはとりあえずこのセット、これで問題ないと思います。1926年のベートーベンの5番については、以前日本フルトヴェングラー協会の復刻が良いとか、ドイツグラモフォンでも1990年代以降折々新しい復刻がなされている、しかもその時々で音作りがかなり違ったりするんですが、まあ皆さんとりあえずはワーナーのボックスを持っていれば信頼できる制作監修でフルトヴェングラーの復刻を楽しむことができます。何が優れてると言って、このセットではまずピッチに注意が払われていること、私いつか SP 復刻のピッチ調整がいかに大切かということをお話ししましたね。1935年のポリドール録音、ウェーバーのマダンの車種序曲の SP 復刻ですが、実はこのマダンの車種には未発売に終わったボツテイク、発売テイク以外に2種類のテイクが残されている。この貴重なアウトテイクを復刻したディスクの解説に、なんと新しく登場した未発売テイクは当時実際にレコードとして発売された採用テイクよりも1分も演奏時間が長いなんて解説してあった。ところがその CD を聞いてみると、発売テイクの方の再生ピッチが未発売テイクよりも半音近く高くなってしまっている。発売テイクのピッチを落として未発売テイクに揃えると、2つの演奏時間の差というのは30秒にも満たないものです。これ皆さんどう思われます？マダンの車種序曲はまあ10分くらいの曲ですけれども、あの曲で1分の演奏時間の違いっていうのは確かに大きい。しかし演奏のピッチを揃えることもなく、表面的に演奏時間、まさに CD トラックのタイム表示だけを見て何かを語ろうなんてお粗末すぎます。SP レコード、録音というのはそういう点でもいろいろ不安定なものですから、このワーナーのセットのような配慮はありがたいと思う。再生音についてあれこれ議論するのもいいですけれども、肝心の演奏ピッチについて皆さんぜひ関心を寄せていただきたいと思うんです。さて次、1947年5月のベルリン復帰の演奏に関連して少々。戦後様々な紆余曲折があった後、戦犯容疑を晴らしたフルトヴェングラーのベルリン復帰は1947年5月25日の公演でした。実際にはそれ以前にフルトヴェングラーはイタリアで指揮活動を再開しています。そしてこのベルリン復帰コンサートのリハーサルに同席、その場の様子、現場レポートを書き残しているのがカッラ・ヘッカー、フルトヴェングラーとの対話の著者です。カッラ・アレクサンドル・ヘッカーはドイツの女流作家、敗戦時のベルリンを舞台にした壁はまだあった、最後の日、最初の日々といった著作があります。ただこれ翻訳はないです。カッラ・ヘッカーは音楽専門ライターというわけではなくて小説家ですけれども、1942年からベルリンフィルとフルトヴェングラーの公演旅行に旅先レポート的な記事を書くためにオーケストラに随行、フルトヴェングラーとも次第に親しくなって対話の形で多岐にわたる話題、また疑問について率直に語っています。1945年2月、フルトヴェングラーのスイス亡命を挟み、1947年5月のベルリンフィル復帰、そして1954年5月の最後のベルリンフィルヨーロッパ内演奏旅行にも同行、各公演地のコンサートの様子をレポートしています。
で、このベルリン復帰のコンサートについては、練習は1947年5月23日にダーレム・ゲマインデハウスで行われ、楽員たちが心からの喜びと満足でフルトヴェングラーを迎えた。フルトヴェングラーは晴れやかな面持ちで式台に立ち、嵐のような熱狂が収まるのを待って、私はここにいる。2日前には私自身でもまだそうなるとは知らなかった。これちょっとわかりにくい訳ですね。原文を見ていないので正確なことはわかりませんが、おそらく2日前でも私自身オーケストラの前に立つことができるとは思えなかった、信じられなかったの意味かもしれません。これで2年間の休止は終わった。彼は指揮棒を取り上げた。意外にあっさりした記述ですが、その場に居合わせた第三者としての、しかも作家という視点から書き残したものであり、例えばそれから半世紀近く経った非常な高齢の団員が当時を回想するよりもよほど信頼がおける記録だと思います。こうしてベルリンに戻ったフルトヴェングラーですが、このコンサートでは演奏後の拍手が鳴り止まず、感動的な光景が広がったとされています。さて、この録音はオルセンのディスコグラフィーに記載もあり、録音の存在自体は知られていましたが、実際にレコード化されたのは1982年くらいだったと思います。イタリアチェトラの FE シリーズで、この5月25日の第5、田園が発売されました。ただこの5月25日の演奏を初めてレコード化したイタリアチェトラですが、海外版、この輸入版チェトラの CD にはこれからお話しする少々厄介な問題があります。皆さん、この CD 要注意です。はい、このチェトラ版 CD、 CDE1014 という番号が付けられていますが、現在私の手元にあり、確認できただけでも日本製、アメリカ製、イタリア製の3つが存在し、なんとそれぞれ全く異なる内容の3種類の第5が収められています。プレス時期、生産国の違いで、本来の5月25日の演奏が存在に扱われており、この5月25日の演奏を正しい、本来あるべき形で聞きたいという方は、混乱をきたすだけなので、このチェトラ輸入版を無視されても構わないと思います。どの道、これすでに廃盤になっていますので、今では中古しか流通していませんし、それに酸化も進んで、中には CD 本体が象牙色になっているものもあり、そうなると当然再生に支障があるかもしれませんので、収集対象からは外しても良いと思います。はい、では実際にこのチェトラ輸入版 CDE1014 の差異を明らかにしてみましょう。これチェトラに限らず他のレーベルの CD でも多くの場合、第1、第2楽章と第3、第4楽章で際立った音質の差があって、後半の第3、第4楽章の方が非常に優れた音になっているのに対し、前半の1、2楽章がどうもこもった音になっている傾向があるので、それについても確認したいと思います。そして LP 発売当時から指摘されていたテープの転写、ゴーストについても聞いてみましょう。はい、というわけでこのチェトラ CD 非常に厄介なんです。なんと日本の三洋プレス、アメリカ版、イタリア版でどれも違う演奏、違う内容が入ってる。はい、これ見えますか？盤面には1987年発行の印があります。この CD 私が購入したのは1989年1月7日吉祥寺にあったディスクインナンバー3、日本の三洋プレスと書かれていますね。これ確かに全曲5月25日の演奏なんですが、前半第1第2楽章が非常にこもった音になっています。ピッチもかなり高めで、ゴーストもひどいです。はい、そしてこちら、時期的には日本プレスよりも後だと思います。メイドイン USA、 アメリカプレスですね。これになりますと第1楽章だけがドイツグラモフォンの5月27日の演奏になってしまっている。どういうわけか第1楽章が5月27日の演奏とすげ替えられてるんです。とは言っても第1楽章、ドイツグラモフォンと比べてコピー状態は良くなくて、まあちょっと聞いていられない音質ですね。続く第2楽章からは5月25日の演奏に戻るんですが、これもこもりがちな音。そして第3、第4楽章は他の版と同様明瞭な音になります。はい、こちら3つ目、イタリアプレスです。なんとこれになりますと第1楽章から第4楽章まで全曲が5月27日の演奏になってしまっている。これ聞いてみますと、第1楽章は先のアメリカプレスよりもややマシになっていますが、それでもドイツグラモフォンのオリジナルに比べると非常に聞きにくい音です。そしてこれ、キングが輸入版を国内版扱いでリリースしていた KICC7091、これお持ちの方おられましたらぜひ比較をお願いします。全曲全4楽章とも5月27日の演奏で、しかも音質が劣悪なものになっています。
この CD 元来から第一楽章以後も部分的に27日の演奏が混入しているという遠慮がちな指摘があるのは、音質の劣悪さで細部が聞き取れず、とてもドイツグラム本版と丸々同じ演奏だと言い切る自信が持てないという遠慮があったのかもしれない。こうしたややこしい事情がある上、 CD 化の状態も良くないので、この演奏を聞きたいという方はこのチェトラ輸入版は避けた方が良いと思う。この演奏を聞くのであれば、やはりアウディーテのセットかなと思います。それからドイツ協会の CD も良かったと思います。似たような時期に出たターラ版はドイツ協会の CD よりもピッチが高いですし、音もちょっとくすみがありますね。かといって日本のキングで出ているチェトラ原版はエコー負荷で LP とは違う音になってしまっている。あまり見かける機会ないかもしれませんけれども、ミュージック&アーツの CD789 という CD があります。これ1993年にリリースされたということになってるんですけれども、私リアルタイムではこのディスク知りませんでした。 M&A がこの5月25日の第5田園を CD 化してるの知らなかったんですが、これ意外に良い音がします。ただピッチはかなり低めですね。もしかしたらそれが正しいのかもしれない。ただ不思議なことに、これゴーストが皆無、全4楽章が一貫した音質で保たれていて、またチェトラ CD で特徴的な、いかにも AM 放送的な線の細い音とは違って、比較的豊かに響く中身の詰まった、より実在感のある響きで聞けます。ピッチの問題を除けば、この1993年という段階でこれだけのクオリティの CD が出ていたことに驚かされます。少なくとも他の CD でこの系列と同じテープを使用したものは今のところ見受けられないのではないかと思う。もちろん一番クオリティの高いのは今ではアウディーテのセットの CD だと思います。それとは異なりますけれども、皆さんこれもし店頭で見つけられた場合には購入をお勧めしたい CD です。と言ってもですね、私がここで紹介したことで値段がつり上がらないように、これヤフオクで出品なさる方はぜひ良心的な価格設定をお願いしますね。さて、まだまだ終わりませんよ。27日の演奏の方も少しお話ししたいことがあります。はい、東ドイツのエテルナレーベルですね。実はこのレーベルに数点のフルトヴェングラーのレコードがあります。それもライブだけではなくて、例えば EMI 1954年録音のベートーベンの第5とかもあるんですよね。その他にも1942年もしくは43年とされるモーツァルトの39番とか、1943年無観客演奏の方のベートーベン4番とか、シベリウスのバイオリン協奏曲などもある。で、この5月27日のベートーベン第5もあるんです。しかも LP 初期と言っていいのか、かなり古い時代から出てるんですよね。はい、 VEB ドイツシャルプラッテンなんて書いてある。この27日の録音ですが、もともと DDR 東ドイツ側に残されていた音源なので、雰囲気的になんとなくこれエテルナ版の方がオリジナルなんじゃないのと思われている節があるようです。これ結論から先に申し上げますと、明らかにドイツグラモフォンの方が先です。詳細はまだ確認しきれていないところもあるんですけれども、例えばこのエテルナ版のスタンパーメタル原版ですか、これよく見てみるとドイツグラモフォン版のメタル原版の番号がそのまま刻印されてるんです。見えます？しかもドイツグラモフォン版の番号が全部×で消されていて、別番号が刻印されてる。なので皆さん、ちょっと心くすぐられるアイテムですけれども、わざわざエテルナ版をお求めになる必要があるかなという気もしないでもない。そしてこちらの方は同じエテルナなんですけれども、新想定版ですね。プレスもいいですし、聞ける音もスッキリしていていいと思います。まあいずれにせよ、この5月27日の第5とエグモントオリジナルの音源から新しくお届けした CD を聞きたいような気もしますね。ピッチ調整、そして妙な編集の手を加えないそのままの状態で聞いてみたい。やはりバイロイトの大工と同じで、1947年5月27日演奏会場であった放送局のホールで一体どんなベートーベンの第5が響いたのか、そのままを聞いてみたいんです。はい、また長くなるとあれですので、今日はこの辺にいたします。来週は残る6種類の演奏をずらーっとご紹介いたします。これまた結構面白いネタなんですよ。ご期待ください。改めて高評価をよろしくお願いします。高評価の数が多いとですね、次回の動画がますますマニアック度が増していきます。多分